ご機嫌うるわしゅう、アンデルです。今日はホンダのフリードの評価をしていきます。テーマなんですけど、コンパクト、スポーティー、パーソナルと、先代のフリードでは商用車らしいデザインになってしまったということで、今回は乗用車らしく親しみのあるデザインにしたということで、 FF 1.5 リターガソリンの7名乗りのグレードになります。フロントの評価に入ります。フロントガラスは非常に奥まであって、一度くぼんでもう一回上がると、これのおかげで非常に視認性は上がるんですよね。例えば高い位置になると信号が見えないとかいうことあると思うんですけど、こういったデザインではないのでいいデザインだと思います。グリルも U 字をこう感じるような統一されたデザインになっていて、これは素晴らしいなと思いますね。ワイパーも比較的下の方にあると、いい位置にワイパーがいるなと思いますね。まあ、難点があるとしたら、フロントガラスが長いということは必然的にロングノーズになっちゃってるので、フロントの見切りが取りづらいかなと。あと横から見た時に結構なだらかになってるので、前方の長さは分かりづらいのかなとは思うんで、サイドの評価入ります。非常にスポーティーに感じるデザインになってます。フロントは下に下がっていく三角形の形になっているにもかかわらず、後ろは尻上がりになっていると、前のめりになっている印象を抱かせるのでスポーティーな印象がありますけど、内装ががっつり見えてしまう、これはどうなのかなって思うと同時に、丸く切ってるんですよね。車幅の見切りに関しては直線の方が見やすいので、ちょっとえぐりすぎかなとは思いますね。ミラーなんですけど、外から見た時かなりでかいなと感じるんですけど、中から見るとちっちゃく見えるので、もう少し、ミラーを大きくできたらよかったかなと思いますね。キラーかなり寝ちゃってるので、寝ると視覚は増えるんですけど、それは座ってみてどうなのか。とにかくスポーティーにしたいっていうところで、ボディの形状が非常に複雑によくできています。凹凸が2個作っていて、流れながら分かれると。で、後方にかけて様々なフェンダーの作りがあると。ダイナミックスを非常に感じさせるデザインになってます。タイヤの評価になります。Gグレードは鉄チンホイールになってます。フロントはディスクブレーキと、キャリパー前についてます。制動力がいいのかなと思いますね。15インチになってます。ホイールは同じデザインでドラムブレーキになっている。まあ一般的な乗用車と一緒ですね。15インチというふうになってます。ギアの評価に入ります。先代の商用車に近いデザインを避けるためにやった工夫があります。テールランプをハッチバックの中にも埋め込んだ。ああ、正解。っていうのが、先代のフリードは横にだけある、なのでちっちゃかったんですよ、テールランプが。なのでハッチが目立っていた。ハッチが目立つと商用車っぽくなった。今回はテールランプを大きくしてハッチのインパクトを減らしたと。突出していてスポイラーっぽくなってるのもあるし、何よりもクリアレンズっていうところで乗用車らしいスポーティーを目指して。内装の評価に入ります。シートなんですけど、硬めですけど表は柔らかいというところで悪くないと思いますね。全体的なインテリアのデザインなんですけど、リゾートを意識していて、明るいこの木のような色を採用している、これ特徴的ですね。表がスポーティーな分、中をリラックスさせるという意味合いではいいのかなと思いますね。視野なんですけど、非常に視界が良くて、特に上方向が非常に視界が広くて、やはりこれ信号とか見落としがないぐらい大きいですね。三角窓もかなり大きくて見やすいなという印象はありますね。ただやはり上の方のピラーが太く感じる点と、ダッシュボードが途中で下に下がって上に上がっていくという造形が少し車両感覚を狂わせるデザインになってるかなとは思います。ボンネットは見えないんで、前のノーズがどれだけあるかは分かりづらいですね。でシートなんですけど、アームレストがついていて、しかも助手席にもついてるということで、これ素晴らしいですね。もう少し長さはあっても良かったのかなとは思いますね。続いて照明の評価あります。押したら光ると分かりやすくていいと思いますね。中央の照明です。手が届くところに3パターンでいいですね。バイザー見ていきます。かなり大きいですね。20センチぐらいありますね。鏡のみというふうになってます。助手席も同様に鏡のみというふうになってます。ミラー上にもう一つミラーあります。左後ろ後方をがっつり見れます。しかも室内のいる子たちの顔も見れます。この鏡素晴らしいですね。全車こういったコンパクトかファミリーカーであればつけるべきかなと思うぐらいいいものになりますね。続いてメーター見ていきます。一般的には運転席の目の前、ハンドルの中に見えるメーターかセンターメーターかという2択だったんですけど、これは3択目です。しかもいいとこ取りだと思います。実は人間って運転してるときは
真ん中を見てるんじゃなくて自分の前を見てます。なので運転席前にある方がいいんですよね。これはメーターが遠くてピントも合いやすい、しかも目も下ろしやすいということで非常に見やすいです。中央を見ていくとスピードメーターが真ん中になって非常に大きくて見やすいですね。で右側に燃料計、左側にはタコメーターと、でもう左側にはギアのポジションがあると、そしてさらに左側にハンドルがどれだけ切れてるか、その向きも分かるということっていいと思いますね。このメーターはついてダッシュボードの上はかなりフラットになっていて、ここはいいですね。収納見ていきます。ここに大きく開く、この収納はいいですね。ドアポケットにも小物が非常に置ける、でその下にも小物が置けると。運転席右前にはドリンクホルダーが1個あって、ドリンクホルダーがあります。今度は引き出しで置けると。なのでこれ高速で買ったサービスエリアのポテトとか食べれるのでいい位置ですね。でその下にはシガーソケットと小物が置けるぐらいで、助手席前はスマホとポケット Wi-Fi のようなものが置けるような台になってます。下にグローブボックスがあって、でドリンクホルダー、そして運転席同様にドアポケットに小物プラス何か芳香剤なり置ける収納があると。収納力は素晴らしいと思いますね。送風口を見ていきます。右側にあるのは全閉全開ができます。中央はできないんですけど、まあ、デザインの中に入ってるのでデザインは悪くないなと思いますね。ハザードの位置なんですけど中央にあって押しやすい、分かりやすくていいと思いますね。そして下にはナビがあって、ハンドルなんですけど質感はまあ一般的な作りで特に安っぽくもなくいいと思いますね。ウインカーのレバーなんですけど、まあ行って戻るタイプ、一般的なんでクイック感があっていいですね。でワイパーは使い勝手も一般的なものです。悪いところはないですね。クラクション一般的なクラクションになってます。ハンドルの調整、上下の幅もかなりあります。奥行きもあると。なのでこの調整幅素晴らしいですね。ただなんですけど下の方に合わせてしまった場合ですね、スタートスイッチがウインカーのレバーと干渉します。1個下の空いてる空間があるのになんでそっち使わないのって思ってしまう印象がありますね。シフトなんですけど、まあ、デザインもチープ感なくいいですね。左はオートエアコンという風になってます。結構角度がついてるのでこう上から押すようなイメージになるんです。角度をもう少し下げてもらえたら押しやすかったのかなと。シフトももう少し角度が下になっていた方が引きやすかったかなと。スライドドアとかのスイッチ類になるんですけど、右足の前に集まってます。デザインボタンの集約してる見た目いいですね。 ETC の入れ歯なんですけど右足前にあっていいと思いますね。入れやすい位置で、そしてその下にはクイックのレバーとボンネットのレバーが連続して配置してあります。場所が近いんで押し間違いはあるかなと思いますね。アクセルブレーキの踏んだ感じなんですけど自然ですね。これはいいと思いますね。助手席の評価にあります。運転席以上に視界の広さを感じて、リゾートを感じるようなパネルのおかげでリラックスができて座り心地も悪くないし、足元もかなり平行な部分があって座っていてストレスがないですね。2列目シートの評価に入ります。運転席と同じような質感なので2列目としては座り心地は悪くないと思いますね。リクライニングもできるので運転席は173センチの私に合わせて調整してます。でまず膝前空間1個2個3個、拳3つ分です。頭上なんですけど拳が1個2個入らないぐらい相当ゆとりあります。ドリンクホルダーなんですけどドアポケットについてます。窓の開閉も分かりやすいいい位置になりますね。ドアノブもいい位置になります。これはいいですね。アームレストがついてます。いろんな体勢ができるようになるのであるだけでもありがたいですね。3列目の乗り込みです。これ素晴らしいんですけどワンタッチで乗り込めます。バネの力を使って上がるようなこの構造いいですね。2列目はまずこれはスライドしないので固定された位置になります。3列目はもちろんスライドしないので同様の位置になります。座った感じちょっと横幅が窮屈感があるなと。こういった5ナンバーのコンパクトカークラスで3列目っていうと到底大人は座ってられない作りが多いと思うんですけど、このフリードの3列目はいい方だと思いますね。まず膝前は拳1個です。ずっと前の2列目に足が当たってるイメージなのでそこがちょっと不快かなとは思いますね。ももがかなり上がるので足が長い方だと体育座りのような感じの座り方になっちゃうと思うので、じゃあ頭上の空間は拳は1個ぴったり、まあ悪くないかなと思いますね。ドリンクホルダーが両サイドあってここはいいと思いますね。ここに肘を乗っけられるようなくぼみもあるのでここもいいですね。それでは2室の評価に入ります。ボタンはまあ中央寄りかなというところで、張り上げの高さなんですけど一番低いところで拳が入らないかどうかぐらいなので素晴らしいですね。
2室の照明があります。これは素晴らしいですね。2室の床が低いんですよね。荷物の出し入れが非常にやりやすいと思います。まあ、3列目を使える状態にしてる場合だとボストンバッグ2個置けるかなと。3列目を畳むときはシート横を押すと倒れます。上げるときはまずヘッドレストを下げて今のように畳んで、足にベルトがついてるんですけどこれを引っ張って上げると。でこれが結構重たいんですよね。この跳ね上げを引っ張っただけでスプリングのように上がってくれたらより良かったのかなとは思いますね。ドアの上にあるグリップの近くに服をかけるところがあって足をしまえば跳ね上げできますと。広げた収納力は畳1枚分はないかなぐらいですね。普段から3列目を上げておくとちょっと視界が不良になるので、3列目を常に上げたい方はフリートプラスかなというふうに思います。じゃあ次は2列目を上げていきますか。3列目と2列目を上げた見た目なんですけど、まあこれであればワイスであったら寝れるかなと。どうもワイスです。車中泊できるのかっていうの、フリードの何人乗りで車中泊できますね。ただ対角線でギリギリですけどね。この状態でまあ頭上の大きさ、まあ拳、まあ、拳5個ぐらいですかね。もっとあるやろまあ中腰ぐらいならできますね。まあ移動も難なくできますね。助手席のヘッドレストを取って2列目シートに合体させたモードを見ていきます。さあ寝転んでみましょうか。ああいいっすね。足元もまあ少しついてしまいますけど許容範囲ですね。2列シートの腰回りのところがちょうどいい枕になるので着地できますね。この助手席で昼寝しやすいかどうかだけ見ていきます。2列目シートは起こした状態になってます。あ、まあいいですね。まあ5段階昼寝評価だったらまあ4ですね。まあ悪い点があるとしたらここのホールド感強めなんで寝返りが打ちづらいってところですかね。それでは走行してきた評価になります。視覚はあまりないなと。上下幅の視界が特に良かったですね。また左前右前も三角窓が非常に大きくてその点は良かったなと思うんですけど、やはりダッシュボードの造形が手前から見てですね下っていってまた上るっていうデザインなので、ちょっとフロントのノーズがどれほど出てるかっていう車両感覚がちょっと狂っちゃいますね。これをもう少し平らにしてもらってボンネットがもう少し見えるようになったらより見やすい、運転しやすいものになると思います。後方も非常に見やすいですね。後ろの三角窓もあるのでそこは素晴らしいなと思います。左後ろがミラーによって見えるのでこの視界の良さ素晴らしいですね。ただやはり3列を跳ね上げた状態では非常に見づらいので、もし3列目をずっと上げてしまうんだったらフリードプラスを買ってもらうっていう風なグレードの選び方になると思います。ハンドルが非常にクイックでしたね。運転が上手な方であれば非常にうまく素早く運転できると思います。なんですけどハンドル回しがいまいちな方だとそれもすぐ反映されてしまうので、これはちょっと人を選ぶかなと。アクセルの感覚が良かったです。で加速も IVTEC なんですけどそれによって加速いいですね。また CVT なんですけどそれを感じさせないいい加速をしてました。ブレーキは最初のタッチは柔め、あまり効かないのかなって印象なんですけど 2段階目でかなり効く、なので3段階目まで踏まずに済むっていうようなブレーキになってます。メーターなんですけどやっぱり運転していて非常に見やすいメーターになってましたね。そこはいいかなという。サスペンションはホンダらしく固めでした。段差を吸収するというより段差に対してバネが反発して乗り上げていくような印象なのでコーナリング性能が非常にいいです。やはりスポーティーなところもあってリアのサスペンションの追従性が良くて高速コーナーでもグーッという風にくっついてくる、このリアの追従性素晴らしいですね。シートも座っていて腰痛になるようなシートでもないですし、乗っていてこれは楽しいかなっていう風に感じましたね。車を足代わりではなくてドライブに行きたくなるような感覚にさせてくれるいいドライブフィールだと思いますね。それではホンダフリードの評価に入ります。5段階中4です。テーマがコンパクト、そしてスポーティー、先代と違ってスポーティーな乗用車、コンパクトカーを目指して作ったということで、それに合っているいいデザイン、内装も使い勝手が良くてデザインもいいとは思います。また走行していてアクセル、ブレーキ、サスペンション、足回り、シートが非常に運転してて楽しくなってドライブにどっか行きたくなるようなドライビングフィールになっているので、車好きの方でもいいドライブ性能だなと、走行性能だなと思います。また2室の使い方、3列目の跳ね上げ、2列目の折りたたみの収納力、シートのアレンジ力も素晴らしいと思います。
こういった車であると2列目3列目というのはチープになることが多いんですけど、運転席助手席同様に質感が変わらずシートのクッション性がいいという、この工夫は素晴らしいですね。現実問題6人7人で乗っていくことができるような車になっているのかなというふうに思います。なぜ4かということになると、エンジンのスタートスイッチが右側では良かったんですけど、ウインカーレバーと干渉しちゃうので、そこの工夫が1個下にずらすだけで良かったので、そこがもう一つだったかなという点と、ダッシュボードの形状が少し特殊すぎたので、もう少し運転性が良くなるようにボンネットを下げるなり、ダッシュボードをもう少し平行にするなり、そこの工夫をしてもらえれば良いかなと。また3列目の跳ね上げですねがかなり重たいです。女性とかであるとかなり上げるの大変だと思うので、あれをスプリングで補助するような形で跳ね上がればより良いかなというふうに思うので、これからの改善点を求めて4というふうにさせていただきます。それでは皆さん、良いカーライフを。僕はテストだから ASX、 はいはいはい、あるよ、240キロ、はいはいはい、今回出せないの。